ライブしてるからね、会話が通じる感じになってきます。しかし伊藤さんとの式で30年ぶりお会いして、30年ぶり、しかも大規模がなければ要件も決まってしいやもうね、あっという間だね。酒井さんはコンセプターという新しい仕事を作っています。新しい空間を作るというか、新しい発想で何かを考えるというか、僕も作家としていろんなものを考えて、まあ、クリエイティブをやってくるので、今日は人気ボーカルを主役に。そうですね、大丈夫で、あれ私消えちゃった消えちゃったなんかプロジェクションボーディングをえらい気にしてるんですけど、そっちのこのやっぱり空間の立体感っていうのは大事だ、多くの時間だ。そしてこの絵を、ね、1年半ぐらいかかったかな、ね、描き始めてくる。やっぱり主張がね強く出てるっていうか、色彩とか、うん、その情熱みたいなのがさっきのこういうところに置くと分かるね、うん、強く。さっきの話でなぜあのダンテなのかって、ちょっとそういう状況だったでもみんなどんな人もそういう状態の時間か、ね、普通でやっぱりね、それは気持ちがね、やっぱり前向きに盛り上がらないと絵を描けないから。いや、そのクリエイティブはだいたい元気がないためですね。そうだね、ポジティブじゃないね。今日はポジティブですね。たまには落ち込んでる、たまには落ち込んでる。落ち込まないとなんでなのか分かんないんだよ。山ある谷あるから、それはさ、そういう中で出会ってるんですね。ごちそうさまです。でもさ、そのダンテの主人公のさ、再起の俺ということで地獄に落ちるわけ。地獄にやっぱりみんな仕事やってたら1回ぐらいは地獄に落ちるんだよ。そこからどう這い上がるかが大事だと思う。ユースさんが言うと生々しいね確かに地獄来るんだろう。そうだ、で、煉獄というのは何もしないで、ああやればよかった、こうやればよかったと思って一生過ごして後悔して終わるから、やっぱりリスクを取って生きるというのは大事だからね。何もしないで定年になってから自分はこうすればよかったっていうのは煉獄に行くわけです。そうね地獄、煉獄、天国というのがあってね、で最後にやっぱり天国に行くわけなんですね、話が。で、そういう地獄とこれからいずれもう地獄から這い上がってすごいタイミングだね一緒に上の方に行くわけで、その当分時間があるんですね。まだまだもうちょっと煉獄で楽しみましょう。まあ煉獄も帰ってからねまあやっぱり煉獄っていうのは普通一番身近だと思うからね、うん、そういうところから通り抜けて行かなければいけないね。あの設定って面白いね、まあ、特に煉獄も面白いのね。天国や地獄ってのは分かりやすいんだけど、天国ってなかなかないコンセプト。面白い。レンタの面なんだよね。うん、地獄は大変だよ。あ、そう。でも、増加したね。やっぱそういう経験もまたさ、クリエイティビティに結びついてるからね。そういう経験がなきゃダメだよ。うん、山が高いとやっぱ谷が深いっていうからね、平凡な人はフラットなんだけど、どっちがいいでしょうね。僕はどっちでもいいと思ってる。いや、大変だね。大丈夫、前もない。で、なんでね、ちょっとそれ持ったやつ、ちょっと。あ、このワインは美味しいよね。これはね、獺祭さん、今日獺祭皆さん飲んでらっしゃって、本当に獺祭さんに感謝してるんですが、これはね、ミレジムさんの新しい
これで毎日おいこうと乾杯してる。白と赤が話が良すぎる。僕は赤が好き。なかなか美味しいね。この辺でやめようか。だけどね、今日は本当にね、皆さん来ていただいて、おいきぼうと会ってから実はこうやって公の場で喋るってことはなかった。あ、そうなんだ。ちょっとね、サンデージャパンに一緒に出たけど。あまあ、そういうことで、実はうちの亡くなった奥さんとおいきぼうが誕生日と月曜日で一緒なんで、あ、なるほど。運命ってのはあるんです。それと、やっぱり、おいきぼうが僕の本をほとんど読んでて、そういうことで巡り合ってる。やっぱりそれは何か、この新曲のテーマじゃないけど、愛に導かれてた、あえて言うと。もう猪瀬さんが青春してるよ。素晴らしい。でも、酒井さんだって僕だって、まだまだ、好奇心が少年であれば、そうですね。それはやっぱり一番の生きる意味でしょう。そうですね。少年の好奇心がなければ、愛も生まれないから。諦めておりましょう。さて、最後に一言。挨拶。今日蜷川さんがホテルの客室
丸ごとペインティングしております。そちらの天狗の絵は今日だけ特別開放しております。皆様ぜひ31階にも足をお運びいただければと思います。それでは皆様お時間の許します限りどうぞごゆっくり。